ミリン29歳誕生日旅行やってまいりました。エミリンと誕生日旅行ということで、今空港に向かってます。はい、朝の8時48分、はい、もう1泊2日のエミリン願いの叶う旅行です、今回。すごいですね。いや、入ってます。一回今の弱者説明していいですか。私今マジ本当に何も聞かされてなくて、1泊2日旅行ができる荷物を持ってきてください、足りないものがあれば現地調達しますっていうのを阿久津さんから怒られてきて、今回願いがたくさん叶っていきます。私の、そう、あれですよ。ってこと、事前にね願いを聞いてたんで、阿久津さんの方から、はい、あ、そうですね、阿久津さんからなんかフラットにもやりたいこととか一回全部言ってみてくださいみたいな感じで言われて、とりあえず本当に自由に言ったんですよ。もう嬉しいなりたいとか、います、なんだっけ、執事欲しいとかいやマジイケメンにチヤホヤされたいとか、もう本当そういうレベルのことをバーって箇条書きにして書きました。今回それら全てが叶う旅行となってるんで、え、マジ、一つ目目的地ですね。空港行ってどこに行くのか、はい、沖縄です。嬉しい。ちょっと待って、私マジで人生で行ったことなくて沖縄で、そう、そう、一回も人生で行ったことなくて、動画とかでも沖縄行ったことなくて行きたいんですよと言ってて、で、まあ、今回それ叶っちゃうんですよ。私29年間行ったことないんですよ沖縄。それすごいな、 YouTube で行きそうなもんやけど、意外となくて。じゃあその29年分の初めてをヒカルチャンネルに捧げてますじゃん。そうだからどんどんこれ叶っていくからマジ、そう、願いが、もう今最初の情報で正直めっちゃ嬉しい。これはウーバーイーツ企画とかじゃないから、別に沖縄行ってウーバーイーツ食べるみたいな、そういうのじゃないから、ほんまに、ちゃんと手配してエミリンがやりたいことを忠実にこうやっていく。あ、一気にモチベ上がりました。そう私今日マジすっぴんできたんですけど化粧しますわ。いや、めっちゃ、だからそうなると話は変わるな。お祝い旅行やから。嬉しい。あ、ガチですね。これまで出会ってからエミリンも虐げてきたやん、うん、俺って結構、だから今回も正直って言って用意までさせて、ウーバーイーツ企画とかかなとすら思ってました。その3年4年出会ってからエミリンに辛い思いをさした、その反動で逆にめっちゃいいことしようっていう、そういう時期が来た。ボーナスタイム。そうなんだ、今やばい、めっちゃ出るみたいな。ワールドカップと同じ、4年に一度4年に一度俺優しくなるから。え、そうなんだ、じゃあ今の時期結構狙い目ってことですか。今一番狙い目だから、もう今日で終わり。今日で終わりだから、あと4年後またお楽しみ。あ、そうなんだ。今日で、まあ、解放したら4年間はもうまた。なんで逆に4年間優しくできないんですか。じゃあこのままね、はい、空港向かってね、沖縄に出発したいなと思います。はい、トキトバシチュチュ。嬉しい。はい、沖縄到着しました。えー、ただね、本当あいにくの雨、めちゃくちゃ雨ですね。最悪、帰るか。いや、それは本当に私上がってるんです、初めての沖縄で、空港の中とかもいろいろね、もう沖縄感ゼロな感じで、すごい。とりあえず一発目ご飯食べに行きます。やったー。沖縄名物ソーキそば、はい、行こうかなと。で、行きますか。やったー、行きましょう。じゃあちょっと車内でエミリンを楽しませるために余興を用意しました。え、どういうこと。どっちに指輪入ってるかなゲーム、イエーイ。じゃあ俺指輪壊れんけど、これどっちに隠したかっていうのを当ててもらえれば。あ、わかりました。絶対に当てますよ。当てます。はい。あ、うまい。わかんない、全然。今わからなかったです。じゃあこっからは心理戦ですね。引き手どっちですか。左で。左ですか。あ、いいですね、天才肌で。ってことは、本来掴みやすいのは左手ですよね。だからこのまま左手でいったのかなと見せかけて、その情報は聞かれるとは分かってましたもんね。だからあえて右にした。右じゃないですか。いやいや、わからんけど、それは。なんか、どうしました。すごい。何が？右に動揺してますね。いやいや、全然しないで。右です。こういうことね。私これできないね。隠してますね。はい。あー、なるほどね。さて。はい、どうぞ。あー、多分こっちやな。こっちの方がちょっと強く握っとるもんな。力強く。そんなことないですよ。こっちの方が力強いな、明らかにな。あ、ちょっとこっちも力入れ出したな。意識して。こっちやな。上げていいですか。まあ、もうすぐ目的地着くんやけど、ちょっとまあ5分ぐらいあるから、新ゲーム、強そうしりとりっていう。聞いたことないっす。新ゲームやから、もうさっき思ってたから俺。光る考案。そう。しりとりって普通にこう文字繋いでいくやん。前の言葉より強そうな言葉を言わなあかんっていう。ああ、面白そう。物理的に強いでもいいし、そうそうそう、言葉的に、いや、これ絶対強いやろみたいなのもいいし。そうそうそう。それはもう、いろんな強いっていう意味があるから。オッケーです、オッケーです。みんなの独断と偏見みたいな感じでいいってことですね。そう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 。審判はどうします？審判じゃ前さんにしてもらっていい？あ、オッケーです、オッケーです。強そうかどうかで。はい、オッケーです、オッケーです。どんどんなんか強くなって言葉が。だから20回ぐらいやったら、めっちゃ強い言葉になってるはず。いいですね、いいですね。じゃあ、行きます、私から。うん。じゃあ、まず、アリ。あー、アリが基準値なんや。はい。リリー・フランキー。じゃな
ないですか。いやそれでもどこで仕掛けてもいいから。結構強い、結構強いで、リリーランキーは結構これ超えれるかってことやから。え、キーですか。キーで、キーでいいで、キーめちゃくちゃ強いで、いけます、絶対勝てます。恐竜、まあね、物理的にだってリリーランキーで恐竜と戦わせたらさすがに恐竜勝つでしょ。まあまあ何でもいいですもんね、強いは。いや、これも私勝ちじゃないですか、結構勝ち確率みたいなのもあるじゃないですか。物理的にはあれですね、だって恐竜勝てないもん。ウジ虫、いや無理でしょ。言い方でカバーしようとしたけど無理でしょ。ウジ虫じゃないですよ。結局恐竜みたいなやつは滅んだわけ、あいつらは。結局滅ぶから、まあまあ、ウジ虫に負けるねん。でもでウジ虫と恐竜戦わしたら多分ウジ虫負けますよ。いや恐竜見えへんもん、ウジ虫のこと目視できんから。恐竜だって届かへんよ、ずっとウジ虫の精神攻撃食らえんで、はい、きついで、それそれで恐竜絶滅したっていう説もあるから。説ないでしょ。あれあれ全然あれで、とりあえず C ね。え、いいですか、マジさん。はい、まあ OK しましょう。あれはいきますよ、うん、シンガーソングライター。全然強くなくない？強いです、強いです。どこが強いの、シンガーソングライター。え、だってシンガーソングライターめちゃくちゃメンタル強いですよ。路上ライブしてるから、路上ライブとかしてめちゃくちゃメンタルも強いし、ウジ虫とかは普通にまあ目視できるじゃないですか。だから人間なんで普通に駆除剤でビャーって終わりなんで、物理的にも強いし、メンタルもめっちゃ強いです。人間であればもう普通にウジ虫は普通に駆除できますからね、知能があるんで。そもそも、まあ、確かに確かに、うん、だから人間であれば誰でもいいのに、加えてメンタルも強いんで最強っす。シンガーソングライターやばいもんな。やばいすごい。折れへんもんな、あいつ。折れない、ずっと自分の世界観とか貫いてるんでかっこいいっす。いかがじゃ、タヒチ、タヒチ、タヒチってもう知らんやん、その時点で強いねん、わかる。日立とかじゃなくて、タヒチって何、タヒチって何ですか。だから人間って知らんもん、わからんものが一番怖いわけ。わかる、結局一番怖いね、それが。わからへんものが来た時に、それ何なんですか。ないじゃないですか、タヒチって何ですか。いや、あるって、タヒチ私も知ってる。ポチの名前がありますよ、島、島なんや、グアムとか。あ、存在はしてるんだ。そうそうそう、ある、ある、ある、うん、島やから。え、でも人の方はやっぱ強くないですか。人が島を侵略したりとかする。全 然、全然島に住んどる人全てがタヒチやから。どういうことですか。あ、全部含めて。そうそうそう、だからそこにもシンガーソングライターおるから、タヒチ。いいと思った。タヒチはシンガーソングライターも兼ねるっていう、だから強い、もうタヒチ勢力やばいから。ちょっと目的地出たんで、続きはまた後でやります。わかりました。じゃあこれは今一旦引き分けで、一旦引き分けで、はい、これ次からね、はい、次、うん、よし、行こう。めっちゃ、めっちゃこれ BGM で買うんですよ。 BGM 沖縄で来て初めてが、あ、踊っちゃうの、沖縄来たら踊っちゃうの。 BGM で逆にオーラがきつい。そうなの、メニュー作るのに詳しかった。あ、そうなんですか、私行ったことないから。なんかそのルールで、マジで。沖縄来る。あ、そうなんだ、メニュー来るまで、うん、で、メニュー来たりやったこれ、女性の声聞こえといて、女性踊らない。そうなんだ。そうそう、男性だけしか俺がやらない。男性の声聞こえないですね、この曲。多分女性の曲ですね。騙されてますよね、これ。騙されてます、ほんまや。これする？出た。もう当てますよ。すごい、全然分かんなかった。それうまいっすね。ヒカルさん、聞き手は左手ですもんね。左手ってのは分かるんですけど、あ、今左手ビュッてちょっとしました。あ、この、なんですか、この、なんか段差なんですか。ここ見てください、ここ。この段差が気になりますね。これが罠なのか、どうなのかなんですけど。でも、なんかそれミスな気もする。なんか落ちそうになって、こっさにこうやって入れちゃったみたいな。はいはい。掴み損ねたみたいな感じの気もする。あれ、でも直した。どっち？で、早いでこっちやつが動かし出したの。いやいや、当ててない。じゃあこっちで。え、持ってますか、ちゃんと。え、え、どこ、どこ行ったんですか。マジこの話になっちゃった。え、あ、取った、今。あ、取った。え、分かんなかった。え、やっぱ詐欺師ってうまいんだ、こういうの。お待たせいたしました。超美味しそう。めっちゃうまそうやん。美味しそう。私は紅生姜入りで、多分こっちの紅生姜が、こっちが一番多分オーソドックス。めちゃくちゃうまそう。めちゃくちゃ美味しい。ジューシー。これヤバそうじゃん。ヤバそう。沖縄の炊き込みご飯です。なんか本当に、なんて言うんだろう、これヤバいと思う。料理上手な。しかもこれ200円やろ。安すぎ。しかもショーでも結構量多いです。いや、おかしいやろ。食べましょうか。いただきます。いただきます。沖縄初の、初めての食事。いただきます。うわ、絶対美味しい。これうどんみたいな麺。いただきます。ちょっと、うん、おいしい。めっちゃ美味しい、これ。あ、うまっ。これ結構やばいかも。美味しい。うまっ。最高です。こだわりの麺です。美味しい。じゃあ、美味しい。ご飯いただきます。これは、めっちゃ美味しい。だしみたいな味する、すごい。ご飯が甘いよ、美味しい。炊き込みご飯で一番ないかもしれない。確かに。じゃあ、ここの名物のお肉食べます、私。いただきます。あ、おいしい。なんでだろう、豚なのにあっさりしてます。ね、食べやすい。すごい味がしっかりついてて、やばいな。嫌な脂感が全然ない。おいしい。沖縄って言えばさ、オレンジレンジやん。お、確かに。あー、
俺沖縄味会いたいからさ、上海ハニー歌っといて。そう、上海ハニーと浜辺シャーク、もっともっともっと、いつも笑えば全然全然、もっともっともっと、めちゃくちゃ変な性癖の人みたいですよ今。もっと上海ハニーちょうだい。気持ちいいですか今、どうですか、うん、もっと欲しかった。上海ハニー浜辺シャーク、うん、ラス見つめなれば全然全然、女神ちょっと待って、めちゃくちゃ食べるじゃん、食欲増すんだ。沖縄ってそういうとこやな。違う違う、絶対に違う、来たことないけど多分違う。うますぎる、マジで美味しい。麺とお米いけるかなと思ったんですけど、結構ペロッといけそう。エビリーのおかげでこれ食べれる動画でありがとうって感じ。え、アコツさんのおかげですよ。いやいや100%。エミリーの誕生日がなかったら沖縄に行こうってならんかったな。なるほど、誕生日行ったで全然答え合わせになっちゃった、びっくりした。あれ18です。結構前やな。はい、私たちもヒカルさんの誕生日祝ったの最近なんで、5月なのに。あーうまっ。じゃあゲームしますか、なんかまた、まあなんかエミリンが勝てそうなゲームしかけてくれ。勝てそう。俺がやったらやっぱ結局さ、不正がどうとかインチキがどうとかさ言ってくるやん。イチャモンついてるから、審判がもうズブズブなんで。そうそうそうしょうがないよね。エミリンが勝てそうなやつやってくれれば。どうしようかな。あ、じゃあ論破ゲームしましょう。ああ。ヒカルさん得意じゃないですか。私が圧倒的に有利な方にします。リフカルマさんとかヒロユキさんがやっとる。めっちゃ人気やもんな。めっちゃ人気やな。アベマのやつやろ。そう、あれやってみたい。でもその代わり、お題は決めていいし、どっち側に立つかも決めていいってことやろ。分かりました。もういいで全然。私めっちゃ有利にしますね、うん。食べるならどっち？普通の美味しいカレー。うんこ味のカレー。おお。もうこれ圧倒的に私はもうこちら普通の美味しいカレーを取るんですけど。こっちの美味しいからの方が有利、当たり前のことを言ってるんで、どっちさんですかって言って、なのでこの状態からヒカルさんが私をなんかすごいなっていうところまでうならせたら大したもんだなと。あー、オッケー、全然余裕やな。マジですか、見えた。勝ち筋が、勝ち筋が見えた。マジいきますね、じゃあ。はい、用意した。いや、普通に食べるの美味しいものが食べたいです、終わり。まあでも結局人生経験として同じ普通の美味しいカレー食べたところで何も得るものがないわけやんか。人間って同じことを変化なくやっとったら死んでしまうわけだから、死ぬで。いやいやいやこれマジやから。なんだろう、その別に今回食べるのはこちらで、その美味しいカレー食べるんですけど、いやなおさらそうなんで、今回じゃ1回きりなんであればうんこ味のカレー食べたくない、普通にさ。食べたくない。いやその罰ゲームでさ、ちょっと辛いもの食べようみたいなさ、多分 YouTuber なわけやろ。 YouTuber で数字取るのどっちかって考えた時に、美味しいカレー食べて数字取れへんやん。うんこ味のカレー食べた方が数字取れるわけやんか。じゃあその1回きりやったらうんこ味のカレーの方が良くない、さっき自分で言ったら1回ってずっとじゃないわけやろこれは。いやいやいや、でも普通にその1回ですら美味しくないもの食べたくないですよ。昔女運動会かなんかでさ、虫食べさせられとったやんか。はいはいはい。でも食べたやん、結局あれは。一緒やん、それも。まあ、私負けチームじゃなかったら食べてないんですけど、全員100万分でみんな食べてくれてね。結局さ、体験価値どっちがあるのかって考えた時に、どう考えてもうんこ味のカレーなの。面白いやん。だってカレーなんやん。うんこ味ってどんなんなの気にならん。うんこがまずいってさ、勝手なさ、先入観の。いやいや、だってもう毎日出てるから分かりますよ。いやでも食べたことないやん、うんこ。うんこ味ってどんな味なんて、うんこ食べるわけにいかへんわけ。でもカレーやったら食べれるわけやんか。しかも一口食べてみるわけで、別に一口食べてあかんかったらあかんかったってエピソード話せるわけやんか。美味しいカレー食べてもそっから先には何が繋がるかって、その瞬間美味しいだけど終わりやん。それやったら別にいつでも食べれるわけやから。いや分かんない、もしかしたらそのうんこ味だから一口食べたことによってカレーだったとしてもめちゃくちゃなんかお腹痛くなっちゃったりとか、体調悪くなる可能性もありますよね。うんこ味のカレー食べて緊急搬送っていうタイトルの YouTube 面白くない。YouTuber なんやからさ、YouTube のことだけ考えるとやっぱ迷惑系 YouTuber みたいな感じになっちゃうんで。いや迷惑系って自分だけなんやから、被害を受けるの。いやいや、緊急搬送したら病院さんに迷惑かかります。しかもうんこ味のカレーがもし仮にできたとしたら、罰ゲーム要素として販売もできるし、未来につながるよな。普通のって言っても同時に普通なわけ。普通に美味しい。そこから得れるものがなさすぎて、たった1回のチャンスを不意にしてしまうのかってことだよね。お題変えていいですか。お題変えていいですか。これアクサどちら勝ちですか。ヒカル君でしょ。まあでも今のすごい結構ちょっと納得させられちゃったし。もう一回言っていいですか。じゃあこれはひろゆきさんが負けてました。確かこれは勝ち方マジでむずいと思います。勝ち方知ったわけじゃん、それ見たってこと。そうだよね、勝ち方っていうかもうお題の時点でみたいな。最後の晩餐に食べるならどっち、ステーキかパセリです。さすがにそれはステーキの方が取ってました。いけますか。まあ全然これいいですよ。あのそれはさすがに無理だよ。いいんですよ。曲がり角の先に勝ち筋見えた。私はもう強気でいきますね、ステーキで用意したと。最後の晩餐なんで、もう本当に自分の人生が終わる瞬間に食べたいものってなんだろうと思ったら、もちろん最後に一番好きな食べ物を食べたい、お肉でステーキで豪華に終わりたい。それはもう普通じゃないですか、誰しもが願うことじゃないですか。
最後の晩餐でステーキ、どうなんかな。それはそもそも死に直面したことがない人間がそんな安易な発想でいいのかなって俺逆にそもそも健康な状態においてステーキっていう風に言ったわけか。92歳老衰仕掛けなわけで、ステーキ入らんねん。歯ないやから。いや、わかんないですよ。いや、わかんない。状況は最後の晩餐ってそういうことで。いやいや、本当になんかその処刑みたいな感じかもしれないし。処刑？もうわかんないけど、なんか罪を犯してとかしますか。罪を犯しちゃって明日なんか処刑されますみたいな。最後に何が食べたいみたいな感じ言われたら、シチュエーションじゃ死刑でいいんやな。それだけちゃんとしてくれんから話できんやそのシチュエーションはだから、待って怖いな、これシチュエーション決めるの怖いな。仮にそれでいきましょうか。まあ仮にそうやとするのであれば、おそらく死刑受けるときって最後の日に一番好きなものを食べさせてもらうみたいな、海外の制度ってあったりするわけ。プリズンブレイクやったらブルーベリーパイみたいなあれやけど、あのタイミングでステーキを食べるともう一発逆転はもうないわけよ。一発逆転ってなんですよ。要はもう死刑宣告を受け入れるっていう状態なわけ。それってもうだからステーキ食べたらもう死ぬしかないわけ。未来が可能性ゼロ。え、なんでなんで、どっちにしたって決まってるわけですか。パセリの場合は違うね。パセリって根本的に拒否反応を起こすわけ。人ってこの量のパセリ食べたことないやん。普通この量のパセリ食べることでおおっとするから、もう死刑できひん状態なわけ。死刑って健康状態がちゃんとしたことなんで死刑ならないわけ。だからやり直しになるわけ。1週間とか2週間のやり直しが起こるわけ。その間に脱獄できるわけ。いやでも最後の晩餐って言ってるんで、うん、それはもう最後ですよ。そういったことは無理です。最後ですあ、じゃあしかもパセリもそんな治療から逃れられへん。そうです。しかもあのそういう設定ね。そういう設定しよう。でしかもパセリも大量に食べれないですよ。そんなこの1分ぐらいかもしれない。それなら一つ言いたいのは、やっぱこう死刑されるっていう苦痛なわけやん。もうできる限り人って最悪を想定した方が、最悪が起きた時にダメージを受けへんわけ。これはまあ経験あると思う。確かに何度も知ってるからあの時に比べたら全然だからだよねみたいな。結論、ステーキ食べてから死刑されるとダメージが大きいわけ。もう死にたくないってなるわけ。確かに喜びしちゃ、確かに知っちゃった。まあ喜びはねだからパセリやったらさ、絶望の中死ねるわ。電気椅子やとしても何でももう微動だにせえと、これ終わり、寝ながら死ねます。安楽死ね、こっちは。安楽死はない。でもそっちはさ、もう渇望、生への渇望の中電気椅子送られるわけよ。じゃあどっちがいい。どうせ死ぬんやで。束の間の天国を味わって地獄を伝える方がしんどいやん。ジェットコースターも高ければ高いほど怖いわけやん、やっぱり。でもパセリってさ、地上から2ミリ上がるだけやん。阿久津さん早く審査してもらってもいいですか。あ、もういいの終わって、はい、あ、本当。でも本当にステーキは美味しいし、最後に一番食べたいですよね。まあまだヒカルさん、エミリンがやっぱこう納得した感じで負けよな、うん、確かに言っちゃったっすよね。確かにちょっと今回ちょっとめっちゃうまかったかも確かにと思った、うん、美味しいっていう希望が見えちゃいますもんね、うん、その瞬間はいいけどな、その後しかない。だから逆にそうだ、サイコパスだわ。希望を見せてから生きてみたいな。 そうそうそう、うん、それが一番人間苦しいんだみたいな言うじゃないですか。確かにそれになっちゃってるわ。でも自分の思っちゃいましたね、普通に。洗脳完了しました、一人確かに。パセリだな、機械的なめんなよ控え液、控え液が本当に最後ダンスさんで食べたいものなんですか。ステーキですよね、よかったか。なんか私今だんだん自分がおかしいのかなとすら思ってました。目的ついたみたいなんで、じゃあこのゲームも一旦お預けで。現状負けなんですけど、一歩押されてる状況でまだ分かんない、後半戦があるんで、うん、まあね、これでもエミリーに相当有利な条件で戦っとるからさ。パセリなぁ冷静に考えたら夢に出るかも、今日パセリ夏メロイントロドンやる。あー面白そう。絶対に知ってるやつにしましょう。夏メロじゃなくてもいいですか。絶対に知ってる曲でイントロドンにしましょう。イントロ知らんって言ってた寂しく知らんかも。一回やってみますね、うん、ヒカルさんでも絶対知ってるでしょうにします。これで分かんなかったらやばいです。チャチャンチャンチャンチャチャンチャンチャンチャチャン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 チャチャン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 チャじゃんじゃん。もう歌い始めないじゃん。いたいた、この間いたよ。コウメ太夫。じゃんじゃん。今私長尺のコウメ太夫。恥ずかしい。じゃんじゃん。今移動中なんですけど、完全にお眠りになられました。赤ちゃんです。車乗って移動すると多分寝ちゃう赤ちゃんですね、ほとんどね。さっきもあの道の駅でサーターアンダギーとか買ってきたんですけど、はい、普通にお土産買ってましたよ。だからヒカルさん寝てるんで、私はすごい楽しんでました。その間ハーブティーみたいなの買ってみたりとか、シークワーサー買いました。いろいろ私はすごい楽しんでたんですけど、今絶対悪口っても起きないですもん。寝てないでめちゃくちゃ怖いですけど。分かんない、寝言？目はまだ開かないんだよな。寝てないで。壊れたおもちゃみたいになってます今、うん、そろそろじゃない、着くの。はい、ほんとそろそろです。多分あと10分15分ぐらい、俺寝てないで到着しました。やばいっす。僕
ここがね主役なんで。今私めっちゃテンション上がってます。ここのために沖縄を訪れたと言っても過言じゃない。雨だったんですけど、ちょっと光も差し込んできて雨も止んだんで、こっからが本番と、え、待って、やばいっすよ。なんかもうまず門くぐってきて、にょいにょいにょいみたいな感じで車で来て、ドーンってついて沖縄一高いホテルのハレクラニっていう、なんか元がハワイにあって、それがまあ2号店みたいな感じで沖縄にできたみたいな。だからちょっとハワイをイメージしたような内装とか外観してますね。エミリンがハワイ行きたいって言ってたんで、まあ、沖縄とハワイ両方行ってたところを一緒に合わせて詰め込んじゃうと。なるほど、そうなんです。私だから沖縄とハワイ行ったことがなくて、その2つ行きたいですっていうのを書いてアクツさんにデータを渡してたんで、どっちも叶えてくれたってことですね。その通り。それはすごいえ、めっちゃ嬉しいです。じゃあ、行きますか。はい。すごいですよ、ここ。すごい。てかもう、このなんか、イルミネーションだけでもめっちゃ高そうですよ。なんか、電飾の数が。正面やばい。すごいですよ、確かに正面。ホテル来たことありますか？1回だけあります。え、海？もう、すごい。ほら、これ。え、なんだ？待って。ほら、すごい。やっぱすごいっすよ、これ。え、すごっ。海透き通って中見えるもん。綺麗すぎて。これやばい。え、これだから明日の朝一のここめっちゃ楽しい。あ、プール。プール。やばくない？明日のプール。火ついてますよ、この辺とかの。やば、こんな風吹いてんのに。あれ、聖火ランナーが通って、あの子が気をつけて立ってる。え、すごくないですか？じゃあ、部屋行きますか。エミリンの泊まる部屋。あ、行きましょう。すごいっすよ、マジで。ずっとすごいですよ。このロープの長さもちょっと。で、パッと横見たらまた違う美しさみたいな、石垣のなんか金みたいな。はいはい。それビーチに出れるもんでしょ、これ。出れますね、確か。ちょっと海に行きたいわと思ったら、いつもしてる。あ、もちろんもちろん。え、やばい。朝、ヨガやってるんじゃない？めっちゃいましたね。今日のあれですよね、例えば、ちょっと朝のお散歩してみましょうみたいな。海で出てるのですよ。やば、近い。最上階。木原さん的におすすめポイントだけ教えてほしいです。ここはマジで良かった。良かった。覚えてます？あのリアルになんかもうほんま日本って感じがせえへんよ、ここ。え、待って。すごい。全部敷き切ってますもんね。まあ、そうだな。わ、ほんま木原さん、ほんま景色はいいのよみたいな顔してます。来ない。どうなの？皆さんやばくない？じゃあこれ。やばいっすね。開けるから。え、ちょっと待って、はい、私だけでいいの？失礼します。え、ちょっと待って。ありそうっすよね。シャワーないやつ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。結構おしゃれなやつ。え、待って、オーカミ様って書いてるよ、ちゃんと。ここマジで私今日ここ入るの？マジでエミリーで。そうっすよ。え、ほんまに？え、私そこ一人？一人やと思う。マジで一人。お姫様じゃん。ちょっと待って。こっちにもなんかあんのよ。これ部屋内のロゴじゃないんだよ。どうなるの？え？じゃあ、ここ始めますね。トイレ？これはトイレかな？あ、これトイレです。あ、トイレも広いな。これはトイレです。あっちか、じゃあ。どっかに。いや、寝室とか見たいかも。踊れるよ、踊ってるよ、これ。みんな座ってます。これどこなの、どこかな。失礼します。何？待って、キッチン。ちょっと待って、広っ。おぉ、え、自炊できるからさ、誰が使うんだけど広いキッチンやな、これ。確かに。え、これだってここに3人分になるから、これだから3人分の修行ができるんですよ。だからこれ、ほんまにさ、ここに住むことを想定して作られた。あー、そうっぽいっすね。おるんじゃない、ここ長期間かかって住むって人。沖縄に1年間住んでみたっていう。確かに富豪のバカンスだ。ありそう、マジで沖縄に住むっていう。え、これ寝室かな。まあ、あと浴室もあります。浴室か寝室か、いきます、失礼します、はい、せーの。うーわ、待って、なんでベッドまでこんな距離あんの。おー、すごっ。うわ、綺麗。やばっ。そっち悪い。待って、えすごっ。寝室と横にある。えぇ、これすごくない？
ちょっと待って、ここ分かんないけど靴脱ぐね。サラさん、あれだ、二人で一緒のお風呂入るじゃん。で、二人ともシャワーしようってシャワーするじゃん、二人で。こっちは？トイレ？あ、トイレ？ああ、でもトイレ待って、そのままお二人でベッド行きますよ。まあ、そういうとこやったのかな。まあ、そう普通ここカップルで来るとこやん。まあ、シングルじゃ来ないでしょ。シングル来ないから、逆にだから珍しいことを経験してもらうんで、シングルハイクラインっていう最後の叶えシングル。ここで最後の叶えシングルが終えて、結婚に向かってほしいなっていう思いも込められたのかな。それ逆に今日じゃエミミンと一緒に泊まってくれる素敵な男性ですみたいな用意。サラさんってそれだけ見つからなかった。他はいろいろ見つかったけど、それだけは見つからなかった。あ、それしたらくれたんだ。それが見つからなかった。え、それ本当にちゃんと探しました。サラさん普通に断られますか。断られた。やめて。嬉しくなっちゃうからやめてください。やばい、これは。え、なんか気になるものがいっぱいあります。例えば赤ちゃんどうなるの。これ顔みたいな。おー、赤ちゃんやばい。やばっ。え、どういうこと。これ見ながら室内でも。だってでしかもこれ開けれるから、ここ開けたらこれも露天風呂みたいになりますよ。ここ開けれるもん普通に。うわぁ、雨降り出しても、雨降ってればあれですけど。でもこれ撮ったらやばいやな、消し物。やばかったと思うな、これ。え、これちょっと私明日の朝一とかにバーッと素材撮って送りますね。晴れたらマジやばいと思うんですよ。一人で楽しんでる様子ちょっとまあ今日はエミリーここでゆっくり過ごしてもらう。すごいじゃん。まあ、もちろんこのホテルに美味しい食べ物とかもあると思うんで、その辺も夜に楽しんでもらったりとか、ちょっといろいろまだ用意してるんで。オッケーです。日本にこういう場所があるっていうのはやばくない？びっくりしました。本当になんかそのお金持ちでこういうとこ泊まるんだみたいな。え、だってあの辺に壺とか置いたりないですか。あれ割ったらどうなの。こんな高いのこれ。これ多分。本当に多分。でも分かんないですよ。これなんか何、これ何で使うの。カバン置いとって、一応そこに。本当に、カバン、これ置いてる。はい、カバン置き。このいつも謎じゃない、この間待ち合いの。確かに。待ち合いしてた。急に、しかもこんだけ座るのに。マスク取れますか、これ私。暑いの、はい。いや、そうでしょ、絶対。わかんないかな。やばいよ、言ってること。何言ってんすか、もう一度。ずっと思ってましたよ、なんで脱がないんだろう。それでは、夕食の時がやってきました。こちら特別に本来だったら部屋の中で食べるとか基本ないんですけど、用意してもらったことがエミリーのためにこれハレグラに本気出してます。ありがとうございます。めっちゃうまそうじゃない？これやばい。これやばい。こいつ見てほしい。やばいし、なんかお肉みたいなお魚います。いただきます。いただきます。結構時間空きましたか？お腹空きましたよね。それよ。ヒカルさんがもうちょっとお腹空きすぎてイライラしてましたもんね、ちょっと。俺めっちゃイライラしてて、お腹空いたら。ちょっとなんかもう刺身でかすぎやろ。これやばいぞ。えぐ。身がすごいですよ。やば。絶対やばいでこれ。やば。うま。私じゃこのなんかお肉みたいなマグロいきます。うま。やば。刺身一切れでご飯めちゃくちゃいくじゃないですか。よっぽどのせいだな。うま。おいしい。肉すごいなこれ。おいしそう。しかもなんかソース2種類いきます。バーベキューソースとソースみたいな。やば。やばすぎです。うまこれ。うわ最高。くねえお米。いやなんかやっぱ思うんですけど、本当にヒカルさんって少年ですわ。お米すごいちゃんと食べるじゃないですか。結局米って一番うまくない？確かに。米食べへんのってさ、逆に俺健康に悪いと思っとって。本当にそうです。でもそれお米に関してはジムのトレーナーさんもクリニックの先生も両方一致でお米はちゃんと食べた方がいいって言ってました、うん、ダイエットにも。それは本当にそうかもしれない。いただきます。すごいな。肉おいしい。うますぎるなこれ。確かにこれはお米いきたくなるわ。これは本当にただのハッピーな夕食ですよ。うちこれを待ちで戻った。俺はなかったご飯終わった、おかわり。でもこっからまだ来るんですよ。でもさ、え、考えてちゃんと。今自分が食べたいもの食べへん人生は嫌やねん。で、これはなんかいっぱいになったわって言って多分最後残すやつでしょ。もうほんと少年すぎません、うん、でもご飯残すのも一緒ぐらい罪が重いと思った俺は。いや、だからあのおかわりせずに全部食べてればいいんですよ、うん、残りのやつ。でも用意されてたもん、これもう初めに。あ、おかわりすることをじゃああれされてたってことですか、うん、そう。でご飯食べてる時ヒカルさんあんま喋んなくなるんだよな、もうご飯と向き合いすぎて。うん、こんなに喋る人がうんですって。うん。え、あと本当に美味しいんでしょうね。本当に美味しいよね。すまないですもんね、うんうん、なんか初めて見たかも。ここまでなんかご飯だけに向き合ってるヒカルさん、うんうん、分かりやすいです。ま、え、マジでけど本当にここ連れてってもらえて嬉しいんですけど、で唯一その抵抗するのが彼氏と来たかったです。まあでもそれはでもしゃあないよ。なんで用意してくれなかったんですか。そこだけ、そこだけですか。こんな用意してくれたのに。全力で探しました。どの界隈を。東横界隈とか。探したけど見つからない。残念ながら。海外じゃないですよ。残念ながら見つかりませんでした。必死に捜索したけどね、番組スタッフ一度。いないでしょ、番組スタッフ。うん、あ、こっちさんか。うん、え、じゃあ、どこに行ったら、そういう素敵な人と出会えると思いますか。どこに行くじゃない、誰が行くかやね、うん。すごいですね、うん、あのその。強いワードを一つも使わずに人を傷つけましたね。すごい、令和の悪口してる、ちゃんと。上戸屋なら田舎でも拾ってきます。
出会い求めてどこ行ったらいいんですかってやつはバカです。誰が行くからやば、うん、どこ行っても見つからへんも見つからへんねん。えすごい、うん、なんか今その容姿いじり NG とされてるこの世の中で、うん、容姿いじりは一切してないですもんね。全然しない。だから今すごい上手な言葉を使って一口つけてます。ではご飯も食べ終えたということで、はい、美味しかった。ちょっと運動しようかなと。お部屋がめちゃくちゃ広いんで、めっちゃ広いと、ここでかくれんぼしたいなっていうのを。あ、かわいい。かくれんぼ童心に帰って。で、ルールなんですけど、制限時間1分で見つかったらその手でタイムを止めて早く見つけた方が勝ちと。どっちも。なるほどなるほど。で、外はなし、窓とか開けて外なし、寒いから、うん、はい。で、部屋の中だけで隠れるというルール。なるほど。あ、めっちゃ面白いですね。で、逆にこの室内であればお風呂だろうが、まあ、どこでもどこでも、お風呂だったらどこでも OK、うん、どこでも面白そう。どっち先やります？隠れるか探すか。でも隠れる方が多分有利だと思う、最初に。だってまあ有利っすよ。で有利じゃない、部屋が分からへん、うん、だって確かに確かに。隠れてみる先じゃ。いいんですか？お全然だって、どうせ勝てるから。え、やば。1分ですもんね、だって探す時間。隠れる時間は？隠れる時間もじゃあ1分で。1分？いや、それからじゃん、やっぱ。まあまあまあ、まあ、だから俺がそのまま出るから、今からで1分で測ってもらって、廊下に出てて、1分経ったら入ってくる。じゃあ、はい、OK です。じゃあ廊下出ます。失礼いたしました。 OK です。もう1分です、今から。シュッ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 。エミー、エミー、広いな、こう見たら。こうじゃないな、こういう道具とかに乗ったりするかも。ゼロじゃない、9度残してないと。やっぱすげないと。今度は、あれ1分短いぞ。あれ、もうちょっとで終わるんじゃない。やばいやばい、もうちょっとで終わりですか。見えた。え、あれ、え、マジで、はい、どこ行った。え？ 1! じゃじゃーん、エミリン出てきて。あ、そこ？いいよ。え？入れるのか。どうぞ、出れる？いいよ、出てきて。あ、ね、勝ち、エミリンの勝ち。待って、え？絶対入れないか。くれて。え？違う違う。どうした？え？エミリン出てきて早く。出てきて大丈夫ですよ。エミリン早く。エミリー早く、エミリー早く来てくれ、早く。もうエミリーの勝ちやから、エミリーの勝ちやから早く。マジで誰かがいます。すげえすごいすごいと思ってない。いけるんですよ、そこ。そこ待っちゃってて、え、出れないんですよ、出れないの。すごいですよ、誰。やばい、いや、マジでかくれんぼだけ絶対負けたかったんで。痩せたからこそなせる技やな。すごい、そこ。エグいとこ出た、これ頑張りました。じゃあでも、ヒカラさんが不利ですよね、体もいいから。いや、まあまあ、そこでも頭脳使いながら。え、じゃあ、出てきます。はい、はい、1分経ちました。いきます。よーい、スタート。はい、皆さん、お願いします。こちらの、まあ、じゃない、2階の地だから、トイレ。ほぼ開かないですね。え、どうです。え？むずっ。え、結構むずいよ。え、全然わかんない。待って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 、じゃあ寝室だ。残り30。え、だってヒカルさんそんな体張らないです絶対。確かに。そんな体張らないですよ。え、ないよ、ないよ、絶対に。だって物超えないでしょ、さすがにヒカルさん。そんな体張らないですよ。あと15秒。待って、分かった、同じ場所だ。え、じゃあ同じ場所だ。え？いや、待ち、いない、ちょっと待って。え？え？どこ？ずるしたパターン、これもしかして。ずるしたんじゃない？え？え？え？全然わかんない、これ。怖いことだよ、スマホプレイっていう。もう一回さっきの場所やってみます。え、待って、どうやって？結構見ました、私その辺は。全部パッパッと見ました。あ、これわかんない、今。資格を？資格を利用して絶対ここなんやだなと思うところに隠れるのがかくれんぼの必殺技。私これかくれんぼじゃなくて絶対かると思ったのに引き分けたんですか。危なかった。え、すごい。いや絶対混んで一瞬確認して次だって二度と確認せへんと思ったから最初の確認やった時点でこれは来たなって。確かにそうだわ。そう、入り口のここで機械もこうだし、そこにあれが置いてあるからまずそれが目に入る。そうそうそう、そう、そのダウンがフェイク。あ、めちゃくちゃ。それは計算ない。計算で。すごい、だって書いてないですもんね。ちゃんと角度変えたら多分。そうそうそう。この辺とかみたいな丸見えですからね、多分、うん。気がつかないよ、ここは。すごーい。わ、ね、かった。私逆に、ジェフでマジで同じとこ入っていくと思いました。では、
食後の運動も終えたということで、エミリンと初めてのお酒を飲んでみようかなと。イエイ。誕生日やからこそエミリンもね、まあ、アルコール摂取してみたいということで、はい、しかも今まではそのなんかもし帰れなくなっちゃったりとかしたらどうしようとかあったんですけど、そこなんで帰れなくなるとかいう心配もないから、うん、安全も確保されてるんで、はい、めっちゃ弱いらしいから無理せずにほどほどに、まあこれを入れ乾杯乾杯。今なんか私一瞬夢見てました。わかんない、どっちだろう、現実かな。乾杯乾杯って言いました。乾杯乾杯。あ、言ってた。どうなる、酔ったら。ガチャです。ゴブゴブのガチャなんですけど、めっちゃ陽気になるパターンと、めっちゃ陽気で楽しくなるパターンと、寝ちゃう寝ちゃうパターンです。あ、はい、そこは自分でコントロールできない。そうなんですよ、顔はめっちゃすぐ赤くなる。結構赤くなると思います。陽気になったら面白いけどな。踊り出すとかそういうこと、歌ったりとかってそういうこと。そんなここまで陽気になんないですよ多分。テンション違いますね。どうしたの？体が燃えてます。ヒカルさん、ヒカルさん逃げてますよ完全に。うるさいな、マジでヒカルさんやばいっす。早く飲まないともう燃えてくれちゃってます。ヒカルどうした？俺がトイレから出てどうなったみたいな。今結構無敵かも。顔やばい。いや一番いいお酒のあれっすね、状態かもしれない。今日はガチャ成功、今楽しい。早く飲んでもらってもいいっすか？いいけど、レミ俺ら飲めへん。いや絶対飲ます、絶対飲ますよ。普通に2回開けてますか、こっち。うん、どうしたすか、マジで。え、どうしたどうした。え、うん、足の、うん、足めっちゃ短いな。足、冷静に、めっちゃ足短いな。足そんなに近くにいるでしょ。足めっちゃ短い。エミ行こう。何するんですか、今。こっち来てもらったら、あれ欲しいか。口がらめですね。エミ顔すごい。え、顔すごく大丈夫。一気に赤くなりましたね。顔すごくなんですか。顔がなんか面白い。アズマオみたいな。アズマオ。ポケモンの。ポケモンのアズマオみたいな。めっちゃアズマオみたいな。でもトサキンとかもしれないですよね。どっちかというと。トサキンとアズマオ。いや、何でもいいんじゃないですか。エミさ、ここに来る前に最後に下克上ゲーム対戦したって言ったやん。いや、全。あのお互いちょっと酔った状態で、酔ってないじゃん、酔っとるって、光さ酔っとるって、もっと盛り上げるんじゃないかと思う。やろう、やりましょう。負けていい、ああ負けてんじゃん、もういいわ。いや、やりましょう、やりましょう、やりましょう。光さんじゃあ、あとひょろよい、ひょろよいよ。ひょろよい、ひょろよい、5回くらい飲んでくれると割に合わないでしょ。アズマオモードでいこうよ。アズマオモードじゃあこれで決着つけようか。何テンションだと分かりづらかったりするかもしれないけど、動揺とかを出さないわけですよ。負けたら謝ろう。最後土下座にしましょう。じゃあ調子ってすいませんでしたって土下座で、ヒカルさん今まで動画で土下座したことあります？いや、あんまないかも。マジの土下座、本当にその初めての土下座が見えるよ。後悔するで、どうせ勝てんだよからさ。いやいや、後悔しますよマジで。恥ずかしい、ヒカルさん恥ずかしいよそれ。なるほど、いいのに絶対。まあ、エミリンが最後これ戦って酔ったからな、潰れる前にやってあげようって俺の情け。何しろ早っ。え、長この人見方すごいっすね。これ今メイちゃんこれ読んでしょ。見て見て見てみ、こっち。下克上ゲーム、ルール説明しますと、1から10までの数字があります。両者カードを出して、カードの数字が高かったら勝ちです。それで勝利1。で、勝利数が多かった方が勝ちと。特別ルールとして、1が奴隷、10が王っていう風になってるんですけど、奴隷は唯一王にだけ勝てると。1と10が戦ったら1が勝つと。で、その時点で奴隷側の勝利になります。だから勝利数が多かった場合か、奴隷で王を刺した時に勝ちという、2つの勝ちがあります。はい。はい、乾杯。最初はグー、ジャッキーホイ。はい、こうでしょ。じゃあ俺が先行でいいわ。じゃあいいで、じゃあハンデで俺が先出すわ。それでいいやろ。うわ、飲み切ったんじゃん。もうんもうちょっと言っていただかないと、やっぱり。ああ、いいでしょ、いいでしょ。じゃあ俺が先行こうか。どうぞ。え、それで負けたらめっちゃダサいですよ、ハンデとかで。これって面白いですよね。どうせ2でしょ。もうパッといきますわ、うん、はい、3で終わりです、はい、3で終わりです、はい、せーの。うわー、ロックリーか。もしかしたらアズマオモードのエミリーで3でしょ、うん、で3なんでしょ、アズマオで3でしょ、はい、で4です。早い、せーの、バーカー。読めてんだよお前の動きなんて。いやだー、やーかも、今やかもです。出せ早く。むず、はい。おー、なるほどね、それこそ3だエミリー、3だ。どう
かな。と見せかけて7、これは。いいえ。うん、エミリー7大好きやから。7好きなんですよ、ラッキーセブンなんで。7好きやからきっとここで7。そう思わせておいての、これはブラフ。こんなことにも気づかないなんて、限ってしまいます。分かった。エミリー、それ10や。10です。そうです、私が10です。エミリー、分かった、10や。それってことはここで1を出すと、出すとかける。ここだ。せーの、ドン。うわー、やっぱスチやったか。すごっ。やっぱ何個も分かっとったやな、それ。光るの8もろさで駆動。いや、分かっとったね、俺。なんか異常に情熱だったから絶対だと思ったんやけど、これでかいぞ。ここで勝ちさってなるね、ヒカルさんは勝ちに行かない、そういう人なんです。だから56ら辺を出すんですよね、彼は。こういう場合なので7出してるから確実です。うわ、いきます。せーの、うわー。まあでもまあ悪くない。でももったいなめ。もう3個でも取ったもんな。18でかい。怖いなぁ、なんか勢いよく行きましたよね、今ね。でも、と重みせかけといてそんな強くないのかしら。はい、行きます。せーの、うわぁ。まあね、4勝取られたんでかいな、これ。これでかいね。自由性って多分。どうすんの、どうすんの、どうすんの、それも。どうすんのよ、そんなところ。どうすんのよ。劣勢に立たされた。おぉ、なんか謎の蹴りが出ましたね。どうすんのよ。俺、光のターンですね。結構追い詰められたと思う、ほんまに。いけ。せーの、あー、うわー、やばい、これは。これまずい。はい、次で決めにかかります。せーの、うん、えぇー、えぇー、えぇー、勝った。えぇー、やばい。何の読み合いもなかった。お願いします。何の読み合いもなかった。えぇー、お願いします。え、勝つか、負けの位置。どげーた。え、私、お酒飲んかなって直し効力なくなった時が、だからもう、もうすごい、ほんと感覚で、もうだって出るやん、強いでしょ。残りもですよ。え、3回目いきましょう。圧勝っすよ。じゃあ謝ってもらっていいですか。え、これ絶対使ってくださいね。はい、え、これマジで、これ編集で切ってたら私動画で言います。リンク、リンクしちゃう。もう、ガーシーにも言っちゃうし、全部前向こう、前向こう。え、じゃあやったことないヒカルさんの土下座までよろしくお願いします。もうこれ言葉さまま言いますね。生きてしまい大変申し訳ございませんでした。これでお願いします。アズマを見してもらったから。アズマ。え、これ私セラフでやったら負けるのかな、逆に。
まあさっきのちょっとすごかったんですけど、だってあんなピンポイントで、だって位置とかなんかあったんですか、そのなんか予感というかなんか適当に出したんですか。でもやっぱな、ジュンの直感通りに位置出しとくべきやったなと思ったわ。あー、まあそこ言っとったもんな。やけに上手だったから、あ、これ10なんじゃないかと思って。そこそこちょっとやべえみたいな感覚はあったんですか。逆に出したらおもろいじゃんぐらいです。あ、あ、もう勢いで。だって別にリスクもないし、今これ出して負けたらおもろいじゃんぐらいです。なるほど。緊迫感がなかったからっていうのもあったのかな。確かにゲオゲオっぽいくないもんな、これも。ジョイジョイゲームだから、ほら、ヨイドリ劇場の何かの先にセラフ出てきたら嬉しいなって感じです。そうだね。もうヒリヒリ感がない病気状だったらこうなるんやっていう。酔いどれ下克上面白いかもね。うん、え、確かに、だからそうだ。だこれが実践前かかってますってなったら、一応出しないよなんかできないじゃないですか。確かに。確かに。ハーピーバースデー。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。なんで壁ドン？壁ドン。おめでとう。嬉しいですけど見えない人にも。おめでとう。おめでとう。マジ最高なんですよ。最高じゃない？自分の。いつも絶対あれですよ。タイトルの最初に神回つけた方がいいです。あの企画のあれで神回。いやー。タラさんの土下座ですか。酔いどれ下克上ゲームってもうおもろいですね。一番面白いから、ね、酔いどれ下克上ゲーム。これだから飲み会とかでこれあったらめっちゃ盛り上がるかも。負けたら一杯飲んでいくとかも、うん、これ盛り上がりそう。これがもう今日の最後のあれですね。ハイライトですよ、これがもう。え、マジ人生で一番楽しい旅行ですマジで今日。楽しい。もうすごい気持ちよくて、ここで喜んでもらいたくてこの旅行計画したけど、残念ながら雨で撮りたかったこと、まあまあそうですね、できたから予定しとったスケジュール全部キャンセルして、気づけばほとんど車内でくだらんゲームしただけやったから、まあ、正直そこ申し訳なかったけど、でも最後そんだけエミニーが喜んでるんでよかったわ。え、マジで嬉しい。ヒカルさんの土下座をスクショしてアクリルキーホルダーとか使って。え、それ作っていいですか。全然いいです。俺土下座 YouTube でしたことないのかな。多分ないと思いますっけね、土下座は。ないでもあったから、なんかその YouTube 始める前に土下座したの結構あったから。慣れてたの。あんま抵抗実はないっていうのがある。そうなんだ。そう、へぇ。営業所の時に土下座したいのがあったし。何してる時に土下座。え、だからもう泣き落としみたいな。いただきます。あ、俺俺食べさせて。はい。あ、これ、これ口だと思った。分からん、分からん。はい、いただきます。どう？幸せです。マンゴー見た方がいいんじゃん、これめっちゃうまいマンゴー。うわ、このマンゴーだけ、うわマンゴーめっちゃうまい。おいしい。このマンゴーやばくない？やっぱ天使のマンゴー。うまっ。これやばいよね、このマンゴー、うん、マジで。マジ楽しい、どうしよう。いや、こんな天使のエミリンでも初めて見ました。マジで早く飲ませる。めっちゃ楽しいかも、今日。え、しかも僕なんて、あれでしょ？スイートルーム、ここ泊まれるんでしょ？はい。そうだ、そうだ、エミリンがほんまに来るの。でも、この後みんな帰っちゃうんすか？俺らちょっと離れたとこやった。ここ良すぎて、部屋。ここもう取れなかった。この嫌かも、嫌かも、嫌かも。めっちゃこんな楽しいのに処理されるの嫌かも。一緒に飲ますか、今日。だからね、変だよ。やめてください、変な話。出ないでください。普通に、修学旅行みたいな感じで一緒に寝ますかって聞いてるだけです。寝るじゃん。はい、行く？今から。どこですか？ベッド。おー、はー、走り出した。行かさーい！行かさーい！疲れちゃった。ダメですか？ここまでいいホテルなんだから。ゆっくり寝ようでは。マジで、ゆっくり寝よう。絶対やった方がいいです、マジで。なるほど、本当に。なるほど、ほんまに寝よう。何すか今の。私ほんまに今のちょっと騙されちゃった。もうガーガーして出た方がええよっていうのが来たとしてもなんか別に。
すごいな。誕生日29歳。いや楽しそうでよかったです。おめでとうございます。よかったよかった。こんだけ中心だよ。文化生文化生。いやもうパジャマに見えないですよね、これ。どうじゃん。文化生。いやどうじゃん。文化生。寝ていいっすか、もう待って。ひかさん、先に寝ないと。というわけでね、今回はエミリの誕生日旅行ということで、はい、まあ、起きなかったんですけど、本当あいにくの雨で、やりたかったこと全部できなかったんですけど、まあ、最後、エミリがこんだけね、楽しそうにしてくれた。まあ、もう終わりよければ全てよしみたいな。2022年、一番楽しい夜でした。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。あとエミリーのチャンネルでいろんな動画撮ってるんで、まだそっちも見てください。ダイロンの方に貼っときます。明日は晴れるといいですね。じゃあ帰るわ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ。ありがとうございました。お疲れ様です。本当に普通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 に。いやもう行く行くやろ。本当にね、マジで終わってますもんね。いやそうですね。マジで光さんはそう。今普通にもうマジで寝ますよ。うん、ほんまに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。エミリー、改めて誕生日おめでとう。ありがとうございます。おはようございます。すみません、昨日はなんか本当に、まあ、結構酔っ払ってたんですけど。酔いどれあずまおが出て。酔いどれあずまお。なかなかあの妖怪じゃないですか。出たー、妖怪酔いどれあずまおじゃないですか。なかなかあんなエミリー見れへんなっていうぐらい。過去一テンション高かったと思って、俺が出会った中で。強かったっす。何したかとか覚えてるんです。動画出してもらったとか覚えてるんですけど、その自分のテンションとかその 100% は覚えてないので。まあ、動画楽しみにしてもらったら。え、マジっすか。おもろかったけど、普通に。陽気でしたよ、めちゃくちゃ。ほぼノーカットで使いたいけど、おもろかったけど。ほんとカットするとかないぐらいです。うん、マジ、はい、酔いどれあずまお。で、エミリーのチャンネルでも動画、沖縄で2本ぐらい撮ってるんで、ガイラのエミリーチャンネル貼ってるんで、ぜひ行ってください。ありがとうございます。はい。で、最後にちょっとね、エミリーに言わないといけないことがあって、なんとですね、このエミリー沖縄誕生日旅行、ステイナビさんを使わさせていただいてます。はい、このステイナビさんって何かというとですね、宿を探して、それ一緒にだけはいいですか。どうした案件。え、これ案件どこですか。エミリーメニコ航空。じゃあ説明しますね。ちょっと待ってください。どうぞ。違う違う違う、説明しませんじゃないですよ。今回なんかその全部ヒカルさんがこれ用意してくださって、私の願いを叶える誕生日旅行みたいな感じだったんですけど、多分今の感じだとこれは案件動画でお金をもらっていた。正解。本当にやかも。正解です。マジ、え、マジ、え、じゃあ何これ、ヒカルさんめっちゃ今回多分お金使ってくださったんだろうなと思ったけど、多分マイナスよりプラスのが多い。それも正解。おお、すげえや、すげえこの人。宿を探したら直接宿の公式サイトに行くんですよね。公式サイトで予約することになるから、最安値だったり部屋のグレードアップとか公式限定の特典を受けるメリットが強い。いや、めちゃくちゃ訴求パートしてるし。前回エミリーが泊まった部屋も公式予約やから専属チームがついたり、空港までの送迎してくれたり、かなりお得感があるんです。あと全国旅行支援も対応してて、公式で宿を予約した後にステイナビでクーポンが発行できます。おこれですね。うわぁ、赤字さんもかじゃん。もう簡単に言うと、お得に旅行ができますよっていうサイトなんですよ、うん、ステイナビさん。これ概要欄のエミリーのチャンネルより上に貼っておきます。だから、なんで視聴者の皆さんにもう沖縄旅行を、それは楽しんでほしい、それは楽しんでほしいんですけど、え、これいくら入ってるんですか。え、結構入ってます。まあ、それやばな、聞くなよ。それトリブください。エミリーの分けるから。マジっすか。せめてもトリブもらえますね。ロッキョウ。え、なんかすごい嫌だ。なんかすごい、私すごい今ハッピーな最後に生まれると思った。なんかいい感じの景色ですが、2日目晴れてて。晴れましたね。ないな。それではみんなドキドキし、でこのチャンネルが、え、マジ、どこのチャンネルかをちゃんと思い出してほしい。あー、その脱出ゲームみたいなあるんだって、うん、みたいな。そう、だから最初の段階、なぜじゃあ入江さんがわざわざ後ろいたの。確かに普通入江さん送迎なんかおらへん。初級内容を伝えていた。そう。全回収の。まあ、でも本当にマジで旅行としては楽しかったので、正直私には何の害もないし楽しかったです。そう。ただ気持ち的な問題ですよ。
なとは。いやでも気持ち的にもだから俺は最高の旅行をプレゼントしたいからとステイナビさんを使ってそれを実現した。これってすごいいいサービスだから多くの人に利用してほしいし実際エビでも楽しかったわけよ。もうやだ、そのステイナビさんみたいな感じもある。そう、保険農家なんだなって思い知らされるから。しかもこれ何がすごいって言ったら消費者が得するだけじゃなくてホテル側も得するんで、コロナ禍で観光ビジネスが苦しかった中で、はいはいはい、ホテルにとってもすごいプラスなんです。だからハレクラリさんにとってもこのステイナビさんとのあれでいい関係に進めてるっていう。じゃあウィンウィンってことですか。そう、全員私も楽しかったし会社にもお金が入るし、そう誰も嫌なもんしてないです現状。で私もじゃあ一応トリュフがもらえると。そう、あ、いいかも。じゃあそして最後になんですけど、はい、今回ステイナビが視聴者にも沖縄楽しんでほしいということでお得な宿泊券を準備してくれるみたいな、まあ、抽選になると思うんですよ。優しい、準備してもらえるんで概要欄の方チェックしてみてください。すごい優しい。そうなんですよ、だから無理しちゃった自分がウィン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 、すごい終われるという。確かにこの沖縄の景色最高でしょ。マジでいいですね。めっちゃ綺麗ですね。外で見てました景色今日の。この景色の凝縮のステイナビさんです。ありがとうございます。だからステイナビさんに感謝してもらっていい。ステイナビさんありがとうございます。ステイナビ万歳。もうちょっと高くあの時のお酒の時の感じでやっぱり楽しそうな感じの方が。これ3本ないと無理よ。これ3本であそこまで行けるよ。分かった今回自分で。そうそう、だから今後これ3本持っていろんなとこ行きましょう。そうそう、よろしくお願いします。